皆さんこんにちは、ローコスト釣り師アンカーです。瀬戸内海の2月上旬若潮での釣行をお送りいたします。今回は瀬戸内海のある橋の近くのポイントで釣行を行っていきます。この日の 4,5 日前に船長と2人でこのポイントに来てみたのですが、その時に船団ができておりました。また魚探にもかなりの数の魚が映っていました。まずは緑色のタイラバを試してみます。ここは水深が50メートルから60メートルほどあるため緑色を選択しました。緑色は水深が深いところでも魚から色が認識しやすいと聞いたことがあるからです。果たして魚を釣り上げることができるのでしょうか。ここで皆さんにこの 4,5 日前に行った釣行の際の水中カメラの映像を見ていただきたいと思います。この日の釣行のデータはトラブルのため消えてしまいましたが、水中カメラの映像は残っていたので皆さんにお見せしたいと思います。はい、着底と同時にたくさんの魚の姿を見ることができます。前回別のポイントで撮影した時には魚影の影がほとんど見えませんでしたが、やはり魚探に反応がある場所に関しては魚の数がたくさんいました。映っている魚の種類としてはタイとスズキですね。このスズキははっきり映っています。ただですね、この底から 4,5 メートルに浮いている小さな魚が何の魚なのかというのがはっきりは分かりませんでした。シルエットがタイよりスリムなので、もしかしたらグチなのかなとも思いながら観察していました。予想ですが、ここのポイントの底には小魚が集まる流れがあり、その小魚を狙ったフィッシュイーターが集まっているのではないかと推測されます。ただ魚影を見る限りスズキが大半を占めているのかなという印象でした。そこにいるほとんどの魚がスズキであれば、タイラバに食いつくことはあまり考えられないので、マッチザベイトしていない状況と言えます。タイラバに当たりがないため天野に切り替えます。50メートルと深いので少し難しいとは思いますが、やってみるだけの価値はあるのかなと思いました。ちなみに船長はタコ釣りに挑戦しています。この日は4人での釣行だったのですが、タイラバ、アオムシ、テンヤなどを試していました。船団の中でしばらく釣っていたのですが、当たりがないためポイント移動をします。ここはしまなみ海道にあるある橋なのですが、非常に大きく壮大な吊り橋がかかっております。この吊り橋はその昔アジアで一番大きい吊り橋だったそうです。こういった景色を見られるのも船釣りの醍醐味ではないかなと思います。見ていただくと分かるのですが、この日は風もないためたくさんの釣り船が出ていました。移動後に 60g のタイラバでしばらくやっていたのですが、流れが強いため 80g に切り替えます。それでも当たりがないためネクタイをカーリーからストレートに変えてみます。私のタイラバを選択する基準は、流れの速いところではスカートをストレートに、流れの緩いところではスカートをカーリーにするということを基準にやっています。ただし釣れるかどうかはやってみないと分かりません。はい、当たりがないため再度移動します。ポイント移動後、見たこともないような大きな客船が通過していました。大きな客船が通過すると、その後に発生するのは、はい、こちら大きな波です。瀬戸内海では大きな波が自然発生しないため、このような波が来るとうろたえます。移動後、魚探の反応が大きなポイントを見つけました。魚探の魚を発見した時の電子音が止まらないようなポイントでした。少し見づらいのですが、画面右下に魚のマークがついています。
魚探の反応が大きなポイントの海底の様子が気になるのでカメラを落としてみます。水深は47メートルありました。はい、着底しました。天気が良かったため映像が少し前回よりも鮮明になっております。海底は砂地に大きな石が点在しているようなポイントでした。さあどんな魚が現れるのでしょうかと言っている時に画面左上に見えるのがおそらくカワハギだと思われます。はい、今度は画面右側にアコウが見えました。やはり魚探の反応しているところには魚がいるようです。画面中央から左側にアコウが横切ります。その奥にはタイの小さなもの、またカワハギも見えました。先ほどの水中映像でもそうだったのですが、魚探の反応したポイントには様々な種類の魚が密集しているということが言えます。この特徴は冬ならではの光景なのかということはこれからまた考察していく必要がありそうです。カメラを回収します。根がかりをせずに回収できたのでホッとしております。やった、他の船でも釣れたら嬉しいわとりあえずは一緒やね。あまりにも釣れないのでここでダイソーのタイラバを試すことにしました。お値段は300円。なんとグラム数は表記されていませんでした。おそらく30グラムぐらいだと思われます。これで気分を変えてみたいと思います。ダイソーのタイラバには気分を変える効果があると分かったところでポイント移動です。調光開始から2時間半誰一人当たりがない状況のため港へ帰る方向でポイントを見つける形をとります。水深が30メートルほどになったのでてんやに変えてみます。この日は若潮で潮の流れが速くなかったためてんやをやるには最適な水深でした。すげえな、当たりもねえな。おすごい、さすが。ここでようやく M さんの竿にヒットしました。魚見たい、ありがとう。ここじゃ、すごい、でも釣れたアコウじゃん。アコウじゃないですか。アコウじゃないですか。すごいじゃん。金色ヘッドにオレンジだったり黄色だったり緑だったり、おお、カラフルやな。釣れるぞ。違うな、違うな、やっぱり持ってるものが違うな。ゼロじゃなかった。はい、今回の調光で分かったことは魚群探知機の信頼性の高さと、魚がいるポイントに仕掛けを落としたとしても釣れるかどうかというのは別問題ということでした。改めて釣果というのは魚の活性に左右されやすいものであるということを認識することができました。今回の調光での水温は11度とやはり高くありません。今の時期だとカワハギやメバルなどをピンポイントで狙うことが釣果を上げるために必要なことではないかなと思いました。それではまた。